さあ、春子さん。はい。ちょっと、他にも、謝らなきゃいけない人がいるんですよね。そうなんですよ。はい、多分、この人に一番謝んなきゃいけないような気がします。そうですね。はい。この方です。どうぞ。はい。なんでやねん止まったから止まるの早い。アイドル野球部の音楽プロデューサーになるはずだったモノマネタレントつんつくさん、あの事情の方は聞いていただきました。聞きました。はい、もう残念ですね。あの本当に申し訳ございませんでした。無理やり巻き込んどいて一応なんですけど、あの曲の方ってどうなりました？あ、曲はですね、はい、とりあえずアレンジャーに頼んで、はい、とりあえずイメージをねこの前のこの前のです、ね、あれ完成しました。完成もしました。残念、ね、えすごい、あの聞き取りづらい鼻歌のやつでしょ。そうですそうです。ちょっとバカしてる。でもそんな感じですよ。そうだ、あの時歌詞なかったじゃないですか。ええ、歌詞もうつけてくれました。あ、つけて、ええ、ワクワクドキドキって言ったらちょっと外せないんで、はい、それは僕のこだわりがちゃんとありますから。でもなんかアレンジャーさんに渡されて、はい、なんか昨日ですね、スタッフさんに完成品が届いたと、おおいうことなんですけど、はい、これつんつくさんはご存知でした？うん、それはプロデューサーだから、ね、ちょっとつんつくさんのことバカにしてるでしょ。プロデューサーですよ。アイドル野球部の。そうですよね。そうですよ。じゃあもう聞かれたんですか、完成品は。まだ聞いてない。え、プロデューサーなのに。で、なんか歌詞がとりあえずついてるということなので、はい、早速聞いてみましょうか。はい、はい、お願いします。かわいい、かわいい、これ誰が歌ってるんだろう。子供みたいな人が歌ってる。で、前と違うね。あなたを初めて見た時のあのときめきは何？少し焼けた顔とベースボールプレイヤー、周りのみんな誰も彼もあなたを狙って曲になると思わなかったね。自分でもびっくり。びっくり。チャガチャガチャチャチャってやつあるんですか。ああ。いや、ね、これ結構ね耳残りもいいし、はいはい、下手したら結構売れるんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあなんせ番組終わりますから。そこですよ。残念。絶対に売れません。出しませんからね。もったいないですね。もったいないです。本当にはい、こんなにもね、うん、
才能の粒が揃ってるとは思いませんでしたよ、はい、いや本当ですね、うん、こんなだって曲がもう完成で衣装もねアイアンマンがやってくれたりこれ振り付けも、はい、アマンダもできるし小西もなんか ね, ダンサーですからできるしね、うん、ちょっとねストラップもねこんなにはい松倉さんあすいませんだからそういうことで、はい、一応これがギャラっていうことでじゃあみんなギャラお支払いしてすいませんすいません同じのいっぱいになってそこらへんのことですあ違うの、はい、一応これがギャラ違うんです、はい、ありがとうございましたあ、はい、ありがとうございますギャラいただきましたはいねショックだよね俺もショックだよ、ねですよね、このでもストラップをコンプリートしようと思ったらなかなか大変ですよ、うん、そうだからテレビを見てる方もしかしたら欲しい方いらっしゃるかもしれないですからね、はい、さあということでですね改めてなんですけどもテレビの前の皆さん本当にすいませんでした次週ハウモン最終回何かがそしてですね、はい今日で終わりなわけではありません、はい今後のアイドル野球部なんですけども、予定していた練習試合は引退試合として行いたいと思います、はいまあ、ちょっとせっかくねみんなで練習したので恥ずかしくない試合を最後にやって明るくね、はいはい、引退試合をしたいなと思っておりますので、はいはいはい、これだってさその引退試合でさ、はいね、ボロ負けして、うん番組が終わってくってさ、うん、こんな悲しい終わりだなかなかないですね。せめてやったーとかって言って終わりたいですよね。はい、できれば勝利ね、勝って最後フィナーレを迎えたいなと思ってるんですけども、さあということでですね、ハウトゥーモンキーベイビーは3月いっぱいで終了なんですが、視聴者の皆さん、それまで応援よろしくお願いいたします。そしてつんつくさん、はい、グッズプラさん、本当に